豊橋鉄道株式会社は、愛知県豊橋市及び田原市において鉄道、軌道を運営する鉄道事業者、名古屋鉄道の連結市会社である。本社は、愛知県豊橋市の豊橋駅前にある豊橋鉄、ターミナルビルに所在。愛称、略称は、豊橋鉄。路線図営業区間廃止区間各路線の記事を参照。本校の運賃。 料金額は突起なければ2019年10月1日、現在のものである。入場券フリーキップ過去のフリーキップ発売額は廃止時点のもの。IC カード、名古屋鉄道、名鉄バス、名古屋市交通局、名古屋臨海高速鉄道、名古屋ガイドウェイバスとの共通利用が可能な IC カード乗車券、マナコを2011年2月11日に導入した。 2012年からは JR 東海のとか2013年3月からは全国の IC カードとの相互利用を開始している導入区間は東田本線全線と厚見線で東田本線は車内運賃箱を読み取り装置付の新型に更新しており厚見線には簡易改札機を設置している厚見線内でチャージが可能な駅は新豊橋南久差し高 大清水、三河田原の5駅のみである。自動車事業を直営していたが、赤字部門のコストの削減及び事業運営の迅速化による収益力強化と路線維持を図るため、2007年5月22日に自動車事業の分社を目的とした豊か鉄、バス株式会社を設立。各所の承認を経て、同年10月1日に自動車事業を移管、分社した。 ありがとうございます。